さあこれから小菅の段違い平行棒が始まります。まあ、特にあの彼女の場合ですね、はいの後ですね、すぐにあのひねりをするんですね、倒立のひねり技からすぐに離れ技に移ると、そして最後はムーンサルトと、まあ、この辺が見どころだと思います。はい、逆ですね、ここですね、ひねりからすぐにこの辺にひねりを、あれですね、珍しいですね。そうですね、ちょっとあのスピードがちょっと足りませんでしたね。あ、車輪のスピードがちょっと足りないとですね、まあ、このようにまあ落下するというかね、止まってしまうというかね。これは 0.5 の、そうですね、落下ですからね、点検がもうそれプラス技術欠点もちょっとありますね、ちょっと引かれますね。珍しいですね。そうですね、昨日の演技とはちょっと想像できない感じ。あ、ちょっとまたですね。ああちょっと、あ、精神的にかなり揺れてますか。まあ、あのなんていうんですかね、ここまで今ダントツでね来てるわけですから、まあ、プレッシャーということもないんでしょうけども、まあ、あの多少あの車輪の技術がですねちょっと悪いかもしれませんね。あのスピードをつけるためにですね、もうちょっと大きく回らなければいけないんですよ。でその大きく回ることがですねちょっとできてないようですね。俗に言う平行棒のバーを押せと、ね、いうことなんですけど、はい、そういう押しがうまくいってないような感じがしますね。あ、これでいいですね。まさにいい映画ですね。これはうまくいきます、はい、で2つ目の離れ技、今度は、ね、トカチョですね、はい、そして最後のフィニッシュです。まあ、月面宙返り、うん、されたこれは良かった。しかしね、あの辺がね、練習中もねちょっとね、問題ありましたけど、まあ出てしまいましたね。まだまだ本人としては今一つということを反省してんじゃないでしょうか。こちらは小菅、これは全く意外。塚原さん、やはり先ほどの段違い、落ちましたね。まずいですね。やっぱりね、そうですね、あの平行棒の影響があるんでしょうかね。そうですね。しかし今の3回宙返りの連続は大変見事ですね。ここはさすがという感じでしたね。はい、まあ、この辺はいいですね。大変動きもですね、柔らかくなってきたんですね。あのこういうジャンプ系もね、やっぱりちょっと、はい、普通の選手よりですね高さがありますんでね、この辺の評価が大変高いんですが、この平均台では小菅、昨年全日本種目別の優勝している種目です。そうですね、まあ、今年動きも変えたりしてですね、大変あの表現力がですね豊かになってきたんですけれども、はい、あ、このアクロバットもね、まあ、なんですね、ちょっとだけど今一つこう決める形が甘いですね。もうちょっとスパッと決めるように ね、ちょっと今一つですね今日は。で、まあ、さあフィニッシュ、折り技ですね、ムーンサルト、ムーンサルトはと、まあ、決まりましたね。危なかったですから。そうですね、どうしたんですよね、ちょっとどうしたんでしょうね。今日は小菅1種目目跳馬 9.80、 段違い平行棒 8.65 で2種目終わった段階で2位の瀬尾との差が 0.275 に詰まってきました。そうですね、まあ、入りの部分でロンダードの体の起こしがですね大変甘かったということで、はい、台を見るのが遅くなりましたね。それでちょっと曲がったようですね。さあ続いて小菅、そうですね、さあ最初の入りのアクロバットが決まるか、2回宙返りです。この種目で小菅が 9.30 以上を出しますと優勝決定、4連覇達成ということになります。曲は Far From Over。さあその新進の2回はやりました。よかったですね、初めてっていうか久しぶりに使った割には大変良かったですね。この大会用に鍛えていた技ですね、はい、まあ、来年このシリーズでやるつもりはありません。2本目にね今の技をやる、この次はやると思いますけど、はい、
今日はアクロバットを少し入れ替えてますね。シリーズから体当て中ですね。これは抱え込み姿勢、ね、現在トップの小菅真理、日本の第一人者。ね、細かい動きの部分ですね。さ、最後のムーンサルト行くか。さあ、ムーンサルト月面宙返りはどうか。やりました。優勝ですね。まず優勝を間違います。間違いありませんね。世界選手権もただ一人個人総合選手権に進んで12位、日本の第一人者小菅、ね、さあこのシリーズスローでご覧いただきましょう。ここは最後ですね。最後の屈伸のムーサルトの終わりのところですね、はい。まあ、これもちょっとね足が開いてますから今後の課題でしょう。厳しく見れば最後足が開いて、はい、開いてますね。しかし競技終わって小菅選手、そうです、今日はちょっときそうだったですね、全体にね。まあ、平行棒も平均台もね失敗してしまいましたから、まあ、その辺がね、大きな反省となり、なってしまいましたね。昨日の規定、うん、そして今日の1種目目までは本当に強いな、まあ、強くなったなということを我々も感じたんですが、そうですね、落下があったのが2種目目の段違い平行棒、そして平均台入り方ですね。本人反省の思い、悔しさなんでしょうかね。そういうことですね。ちょっと心なしかちょっと元気がありませんね。そうですね、優勝決定ではちょっと思えないような感じですが、はい、今後ほどメンタルの部分が、ね、ししうどうしてもあれですから。今出ました、得点が出まして 9.70、 小菅の優勝決定です。まだ涙が出ているようです小菅、ちょっと元気がなかったですかね、今日は思うような演技ができませんでした、うんね、しかし見事な4連覇でも失敗しての悔し涙であればいいと私は思うんですけどね、はい、選手にねあんまりこういう思いはねあんまりさせたくないなと思うけど、表彰です。全日本チャンピオンは今年も男子石川、女子小菅。NHK 山形放送局の片桐邦義局長から NHK 杯が授与されます。日大3年の西川、今年も強さを見せつけました。そして女子は4連覇達成、小菅真理。この4連覇は女子では池田恵子さんの5連覇に次ぐ成績です。4連覇を達成しました16歳の小菅です。インタビューです、山下アナウンサーです。優勝者のインタビューです。女子で優勝4連覇の小菅真理さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。優勝した後ずっとあの片隅で涙を流しました。今日はちょっと自分の演技ができなかったので悔しかった。今日平均台とそれから段違い平行棒2つ落下がありましたが、これは自分ではどうしてだと思いますか。まだ精神面でも弱いところがあるので、そういうところが出てしまったと思います。今日はあの女子のチームで出場辞退するところがあって、ちょっと異様なムードの中で演技でしたけども、演技していてその辺何か感じましたか。そういうことは全然考えませんでした、うん、あの世界選手権で12位に入りました。その自信を胸に今大会演技したいと言ってたんですがね、終わってみていかがでした。やっぱり一つ一つ試合を大切にして、世界選手権でうまくいっても油断しないように大切にしていきたいと思います。
塚原コーチからはね、第一人者の演技をするようにという期待の声があったんですが、その期待に対しては自分の演技、今大会どうでした？規定では良かったんですけど、自由はダメでした。じゃあまたね、規定、自由ともにいい演技ができるように頑張ってくださいね。はい、どうもありがとうございました。女子優勝4連覇の小菅麻里選手でした。放送席どうぞ。男女の優勝者に山下アナウンサーがインタビューしました。